稲田わらさ、やってきました、にぎやかに。うっせえって感じだけど、今日は稲田線です。頑張りましょう、わらさ行きましょう。わらさ ね、本当はタチウオ行きたかったんだけどね、釣れてないと。あまりにもタチウオが釣れてないらしいんで、急遽稲田に変更しました。釣れてるものを釣らないと。そうですよ。いいこと言います。釣れてるものを釣れてる時に釣るのが魚釣りだからね。釣れないものは釣れないんだから。釣れないものを狙ったって釣れないんだから、それは釣りじゃないよね。それは釣りじゃないです。釣りというのは釣れるものを釣ると。で、稲田はまあ船から下ろせるぐらいにしてくださいっていうのは今年は書いてないか。書いてあります。書いてある。なんかね、もう、自分で下ろせるだけ釣れと。他人に手伝ってみたいな、そんなのダメよみたいな。そのぐらい釣れてるらしいからね。まあ私はそんないらないんだけど、まあ稲田だったら、5本 ?5 本ありゃすごいよね。いらないよ、5本もね。3本ありゃいい。まあ親戚にあげるって言ったってさ、親戚に10本なんてたら絶対もう嫌われちゃうからね。そうだよね。まあ、わらさだったら、まあ、1本ありゃ十分だけど、まあ、親戚に1本、私が1本で2本釣りゃ全然いいけど、わらさを送るのも大変だから、親戚用に稲田2本に、私用にわらさ1本で、3本釣らせてください、お願いします。わらさ含みの3本、頑張るぞ。今日の私たちの船はそれもこれ。小さい船だね、これね。小さいけど、後ろでどうぞ好きなとこ取ってください。よいしょ。今日は後ろの席です。はい、よっ。ここ私たちはこの辺でいいかな。今日の稲田線、我々は左側のこの後ろだけど、マイオンレだよ、ほらこれだもんね。なんかお祭り大会になると嫌なんだけど、どうなることやら。オキアミ、稲田はイカがいいらしい。だからイカを使います。5から13、下から、下って何メーターだろう。32メーター5。当たってる、あっち。ああ、なんか中乗りさんに教わりながらやってる人はもう釣れてる。
さんの方をまた当たってきましたね。メイクへと誘い上げてて、同じところでじっとしてる方ですね、当たり非常に少ないです。で、当たったらですね、魚がかかったら電動リールでビャーってやらないで少しやり取りをしてください。電動リールビャーってやると口が切れたりハリスが切れたりするんで、魚かかった時だけ必ずやり取りしてください。ゆっくり巻くなり、ドラグ緩めるなり、なんかしてください。切られたりするのが続くとですね、魚は何も当たらなくなっちゃうんです。当たりがないね。私たちには当たりがない。さあ、ついてる。あ、餌がない。餌がない。餌取られたっていうか外れたのか。ね、こうペラペラ。よし。全然当たりがないね。イカがダメなのかね。アメリカ製のあのアメリカ産のイカダメかね。うちのやつアメリカ産なんだけど。お、当たった。当たった当たった。釣れた？あ、釣れてるな。なんか釣れてる？釣れてない。あ、釣れてるな。何かが釣れてるような、あまり引きがないな。釣れてんの？釣れてないじゃん。釣れてない。なんか当たったけどかかってない。ん？かかってんの？あ、なんかかかってるわ。変なのがカワハギだ。なんか違うのが釣れちゃったよ。俺には美味しい魚だけど、でっかワハギ。そらこれ俺って何線に乗ったんだっけ。俺カワハギ線。なんかカワハギ釣れちゃったよ。何メーターぐらいだった？18ぐらい。これは稲田かな？よ、違う。なんかいい引き、すごいいい引き。そっち行くな。そっち行くんじゃない。ちょっとこっち来てくれ。こっち来てくれって。なんだお前。いい引きじゃないかな。ああ、そうだだ。あ？違う？何？なんか2つ釣れてるな。ああ。ソーダが釣れてんだ。なんかでかいやつとソーダだ。うわうわうわ、これちょっともう上げられるかな、これ。よいしょ、よーっと、あ、たたたたたた、ぐちゃぐちゃだよ。上げてくる途中でソーダがついたんだね。ソーダお前帰れ、ほら帰れ、帰っていい。やった、まあまあのサイズ。ほら、うわ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 、ちょっと、ほら、ほら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 、あわわわわわわわ、ほら、これだ、これ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 、ね、じゃあこれで締めましょう。私は一匹釣れたら締めるとね。締めるやつ持ってきたんだけど、ここ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 で、ここ、ここで目の方に、にゃ、にゃ、こうしたらいいの？こう、こう、こうだな、こう、ほら、なんか、わかんないけど、これで締まったんだろ。じゃあね、エラ切って、エラ切って、よし、ほい。そしたらこれ、ここちょっと上がって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 、
なんだ、またカワハギ。またカワハギ。俺何釣り来てんの一体。これ馬面かな。馬面だね。今日はカワハギ船に乗ったんだっけ。多分そうだな。俺ってカワハギ船に乗ったんだよ。そう思いたい。なんでこんな言い方の馬面とか本カワハギ釣れちゃうの。本当にやったよ。はいはいはい。そうなんで、わーっと釣れるのは朝のうちだけなんで、どんどんやっといた方がいいです。後々やっとけばよかったってなりますので、どんどんやってください。あー、取れない。よし、ありがとう。せーの、そらーっと2本目。ようやく2本目。2本目ですか。うん、2本目だよまだ。あ、そうなんですよ。全然だって当たりがないんだもん俺んとこ。どういうわけだか、なんかなんでって感じ。それもあまり大きくないな。まあいいや、まあそういう日なんだよな。よーっ、3本目。ようやく3本目だよ。これで神様にお願いした3本で終わりかね、俺は。え？よで、まあ割り当て以上のものが釣れました。ありがとう。ドラフが出てる。ほらでかい。バラサだ、バラサクラス。頑張れ頑張れ、玉用意してるから。でかいでしょ、ほら、でかいよ、でかいよ、ほら。すごいでかい、ブリじゃないの、ブリ。ブリではないです。ブリじゃない。ほら、頑張れ頑張れ。どっちで玉入れしよう。どっち。おー、いい感じ。おー、ゴマがつけない。はいはい、竿持ってますから。はい、手繰ってください。はい、手繰って手繰って。もっと手繰らないと。もっと魚です。頭を出すことになる。うわー、入った。はい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 、はい、おめでとうおめでとうおめでとう。わらさわらさわらさ、やったな。これ俺が釣る予定だったんだけど。おめでとう。はい、どうも。でかよーって。 でかいが、でかいか、これは。ワラサですか。うわ、ワラサですか。なんか玉編みですか、もしかして。わかんないけど、まだなんかいい引きだよこれ。ほら、ほらほら、こっち来い。ほら、なかなか。ほら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 、こっち来い、こっち来い。ほら、ワラサじゃないな。2つついてんのか。あー、2連だ。やっちゃったよ。相模湾の奇跡、稲田2連。うわうわうわ、これ大丈夫か。これいけんのこれ。まず1匹目。よいしょ、ちょっと1匹目、入りました。おいで、おい、2匹目入りました。おー、やった。
相模湾の奇跡が起きました。稲田2連、日本針に2つ、パーフェクト 100%。 もうこれで私の釣りは終わりという感じ。本日納棺してもいい。またお祭ってる、またお祭りだ、誰かと。あっちの人だ。お祭りして釣れてる何かが、なんか、いや、両方とも釣れてんの？違うよね。あげちゃった方が、とにかくあげないと。これ何これ、これ、どっち釣れてんのこれ。俺のじゃない方に釣れてんのか。そうだ、あっちの人に釣れてんだ。まあ一応あげよう。これ向こうの人じゃない、 2匹釣れてんだ、向こうの人に。相模湾、うわ、あー、ちょ、細、ハリス細、これなんかハリス細いて、うわ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 、これちょっと上げられるか、このハリス細いの。よっよーって、いや切れちゃう、手が切れちゃうよこれ、ハリスが細いから。よーよいしょ、うわ、あった。ん、みんななんかこっち来ちゃったよ。これじゃあお祭りほどきましょう。でこれ、あ、いでで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 で、これ向こうの人の、ちょっと、これ、それでこれ、これ2匹、2匹かかった相模湾の奇跡、おめでとう。まず魚とこれ一緒に持てる。なんか一個一個その辺に置いて持ってた方がいいかもしれないですよ。おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。あっちでも相模湾の奇跡が起きました。ついてないのにソーダが釣れてます。もうとにかくソーダだらけ、すごいよ。海は相変わらずなぎだし。エボシのとこで狙うんだ。エボシで、エボシの近くで。っていうことは根掛かりするね。だから断章ですけど、だから そこまで落とすと根掛かりしちゃうってことだ。泳がせできるしていいのか、まあ、このところですね、出ねえか。何を狙うの？ヒラメ。ヒラメ、このワラサを釣った人がまたヒラメとか言って欲張り極まりない。カサゴ、アクハタ、でもな、まあ稲田がいるからな、そんなにたくさん本当釣ってもな、しょうがないよな。この辺があれですよね、たまにヒラメ線でこの辺来ますよ。だっけ、もうちょい向こうか、あっちだ。まあでもこの辺いるんじゃない、いるとは思うけど、ここはどうしようか。アジ釣って泳がせれば。どうぞ、屋根沿い下から5メーターです。5、6メーター、下から5、6メーターです。それより下、やろうとしないですが引っかかりますね。メーターなんだ、書いて。34、34。今度は乗ったか、乗ったかな、乗ったような。あ、イサキだ。なんか小さいな、ウリンボ。25センチはない。なんか小さいじゃん。なんか脂が乗ってて美味しいとか言ってたけど本当かな。まあいいか、5目目だから一応ね。
ました。農館の使者、スズメダイくんです。なんだよ。農館の使者だよ、もうなんかやる気失せました。7目目はカモメが釣れちゃった。ちょっと、おい、いい加減にしろよ。ほら、取ってやるからよ。なんちゅうことだ、取れた、取れた。じゃあ、包丁、包丁します。そらー。あー、本当の農家の使者はあいつだったよ。なんと、それでは、これで上がっていきます。動画上げて片付け始めてください。ありがとうございました。はい、それで今回持ち帰った魚はこれでございます。見てくださいよ、この量。また流しの中がいっぱいだよ。お前は大バカもんかって感じだよね。稲田が全部で9匹でした。9匹、それに馬面ハギと川ハギが1匹ずつ、あとソーダガツオね、丸ソーダだね、丸ソーダ、これキープしちゃったからね、3匹だけね、キープした。それと最後の最後に船長から脂が乗ってて美味しいからぜひとも釣ってくれと一押しされたちっこいイサキ、これも4匹釣っちゃいました。じゃあ今日はこんなにいっぱいあるの、本当にこれどうすんのって感じでしょ。でもね、大丈夫なんですよ。私んとこはとにかくこれのほとんどは魚好きの親戚のとこに送りつけてやるからな。今にあの親戚のおじちゃんはすげえ迷惑なやつだからって噂されるかもしれないね。されるよな、しょうがねえな。でもよ、釣り人の親戚になったらそれは義務みたいなものもあるから、魚をもらう義務な。もちろんその義務は果たしてもらうこととする。でな、今回の料理コーナー何にしようかっていうと、やっぱりね、稲田釣りに行ったわけだから、稲田をね、稲田をこう刺身にしてな。これがいいか、これほら、まあ大体みんなどれも同じ大きさだけどね、これな、これをお刺身にして晩酌の酒の魚にすることにする。それじゃあね、この稲田をお刺身にさばいていきましょう。それで今回釣った稲田はすべて船の上で血抜きはしてあります。このようにね、エラを切って血抜きしました。で、大きさだけどね、多分ね40センチぐらいですよね。測ってみますか。ほら、こうやってメジャーずーっと当てると、まあ、44センチね、完全なる稲田ですね。で、このぐらいの大きさの稲田はね、多分脂乗ってないさっぱりあっさり系なんだけど、まあ脂が乗ってなくても自分で釣って食べる魚は格別な味わいがあると思います。それでは三枚おろしの方にかかりましょう。はい、このように頭と内臓、胴体に切り分けることができました。胴体の方は3枚おろしにします。で、頭の方は内臓とエラを取り除いてから、そうだな、煮付けの材料にでもすることにします。今はこれはどけておきましょう。それではこの胴体の方、3枚おろしにしていきましょう。はい、ここまでできたらね、ブラックバスと同じですね。この
背骨からあばら骨を切り離すときには調理バサミ使った方がね、素人はね安全にできますよ。はい、これで2枚おろしになりました。じゃあね、この背骨のついた側も同じようにやって3枚おろしを完成させましょう。はい、こんな感じで3枚おろしになりました。で、この背骨の部分、これはね、そうだな、牛汁の材料にでも使うことにしましょう。で、今はこれも溶けておきます。じゃあ次はですね、このあばら骨、このあばら骨を突き取っていきましょう。はい、これであばら骨が取れました。それとここにヒレがついてんで、このヒレはね取っちゃいましょう。こんな感じかな。で、次は血合い骨を取り去っていきますか。ここにね、血合い骨っていうのがついてるから。はい、これでここ血合い骨取りました。そしたら次はこの皮を引きましょう。はい、こんな感じで皮がなくなりました。じゃあこのお腹の側もね、まあ、こんな感じかな。こんな感じでまずは半身の柵取りまでが完了しました。そしたらお刺身にするのは、そうだな、この辺とこの辺、この辺をねお刺身にしましょう。で、こっちの尻尾の方とか、あとこの辺のなんかゴニョゴニョっとしたやつはね、まあ、お刺身というかね、味噌たたきを作る材料にしてみようと思います。そして1匹のイナダがこのようにさばき終わりました。まずこれがお刺身用の柵です。このようにね、1匹分。それとこちらは味噌たたき用の材料です。これも1匹分。そしてこちら、これは中骨とあばら骨、それとヒレのところの肉かな、この辺はね、牛お汁の材料にします。そしてこれ、頭は半分に、いわゆるカブト割りしました。こちらは煮付けの材料です。じゃあこの後の料理コーナーで紹介するのは、そうだな、この味噌たたき作りを紹介していきましょうか。それではこちら、味噌たたき用の材料ね、これね、ちょっとね、大きさがこう大きいんで、もう少しね、細かくね、ぶつ切りというか細切れにしましょう。まあこんな感じでいいかな。少しは細かくなりました。そしたらここにお好みの香味野菜と味噌を加えて叩いていくんですけど、
今回用意した香味野菜、まずこれやれのネギ出てきたよ。やれのネギ、この前なんかの料理で使ってやれになった残りのやつの、これね、このちっこいやつ、これを今回使い切っちゃいましょう。あと生姜、それと大葉、それとこれはちょっとレアだけどね、青い唐辛子、それも硫黄島の青い唐辛子です。これはね、うちはベランダ栽培で鉢植えの硫黄島唐辛子があるので、それを収穫したものです。それと味噌ね。じゃあこれを適宜この身の方に加えて叩いていくことにします。まず香味野菜はハサミを使って細かく切って、この身の方に加えます。香味野菜を加え終わったら味噌も加えましょう。そうしたら次は包丁を使って、最初から叩くというよりも最初はこねるというか押さえつけるというか、そういった感じで材料が飛び散らないように徐々に細かくしていきます。ある程度材料が混じり合って飛び散らなくなったら、テンポよく叩いていっても大丈夫です。どうかな、こんな感じでざっくりと叩きましたけど、これで出来上がりでいいんじゃないでしょうか。はい、できました、こちらでございます。おー、今日の酒の魚は豪華だよ。なんと稲田尽くしにてございます。それでは早速食ってみましょう。これでございますよね。すごいでしょ、お刺身、なめろ、それにかぶと煮、こちらは牛お汁にてございます。すごいね、本当に稲田尽くしだよ。だって稲田9本も釣ったんだもんね。このぐらいのことがあってもいいよな。じゃあな、早速な、いただくことにいたしましょう。まずはどれからっていうと、やっぱりお刺身だろうね。お刺身、それもこのこっちが腹の身、こっちが背の身。まあ腹からいくか、腹から、油が少しは乗ってるか、腹の方が。じゃあこのわさび醤油でな。まあでもさっぱり系だと思うけどね、うん、釣るのは楽しいけど食うとね、結構さっぱりなんだよこんなのね。じゃあこれいきます。うん、それでもね、腹の身は油がねちょっと乗ってる。うん、なかなか、うん、いい感じの油です。うん、前、うん、じゃあ今度背の身いくか。背の身はあっさり系だと思うけどね、いくらでも食えるよ、あっさりだからね。じゃあこれいきます。うん、まだね釣りたてだからね、身がね締まって硬い。うん、おいしい、おいしい、おいしい。うん、まあまあ、うん、じゃあ次だ、なめろ、私の大好きななめろ、味噌たたきね。これなめろっていうのは千葉県の郷土料理だね。なめろっていう言葉も千葉県の言葉なんじゃないのかな。じゃあこれいきます。うん、ない、今日のもね、この硫黄島唐辛子がいいんだよこれ。うん、本当にあれちっこいけどね、すごい激辛なんだよ。でもね、ちっこいだけにね、辛さの調整がしやすいのね。いきます。うん、うまい、うまい。なんかね、料理好きの人には、辛いもの好きな人には、硫黄島唐辛子の木がね、一本鉢植えであると、本当に助かりますよ。一応本当に助かってる。うん。OK。うん、うまい、うまい。いくらでも食えちゃうな。うん。じゃあ次な。次、やつぎばやに行きましょう。これ、これ。かぶと煮。ね。かぶと煮もね、これね、ほら、生姜と硫黄島唐辛子、これ、これ入れたんですよ。ね。これ煮魚にも硫黄島唐辛子よく合うからね。食うとこあんまないかもしれないけど。まあね、こういうのもね、釣り人料理だからね、食うところがあるないじゃなくて、やっぱり楽しいっていうね、そういう食うのも楽しいと言います。うん、なかなか、このね、いいね、美味しい。やっぱり自分で釣った魚だからな、最高だよ、言います。うん、うまい、うまい、うまい。じゃあ最後にな、このな、湯気がほかほか出てる、この牛お汁ちゃん。中に入ってるこれはね、三つ葉ですね。三つ葉、三つ葉の葉っぱをね、ちょっと摘んできて入れてみました。じゃあこれをズズッといかせていただきます。ああ、おお、いい出汁出てるよこれ。なんかね、水の量減らしたからね、結構ね、一人前の水の量でもってあれだけのこう骨を煮たから結構出汁出てる。もう一口。
あ、これはなかなかいけるね。やっぱり水の量減らすのがこう肝だね。これね、水の量多すぎるとなんかさ、ほとんどお湯になっちゃうんだけど、水の量減らすとこう濃い出汁が出るんだ。あ、おいしゅうございます。それじゃあおいしゅうございますの稲田尽くしをちょこ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 っとつまんだとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくればもちろん日本酒だぞって。これ元地酒っていうのか本地酒っていうのかちょっとわかんないけど、これね、東京の地酒なんですよ。沢の井ね、沢の井。これをな、冷やで室温で行かせていただきます。それではいただきます。なかなかうまみのあるいい酒だよ。ありがとうございます。元地酒か本地酒か読み方よくわかんないけど、これ沢の井っていうね、こういう名前のお酒が有名なんだね、ここね。で、沢の井っていうのを作ってるのはまたこれね、造り酒屋の名前は違うんだよ。ここにほら書いてあるけど、小沢酒造、小沢酒造か小沢酒造かね、小沢酒造株式会社っていう造り酒屋を作ってるの。でこれな、マークはほらカニのマークなんだよね、カニのマークで、これ奥多摩なんだよね、これね。ある場所在地がね、奥多摩なんですよ。奥多摩だからやっぱりこう多摩川の源流っていうの、それでカニがいるからカニのマークなのかな。なかなかでも美味しいお酒ですよ。この沢の井っていうお酒も結構美味しいですよ。ありがとうございます。それにしても今日の釣りね、まあ私は9匹釣れたからね、もう全然満足だったんだけど、一番釣った人はね、多分20とかね、まあ30は行ってないかもしれないけど、20以上釣ってましたよ。 A さんが釣った後のでっかいやつね、あれは多分あの船の中で一番の大物だと思います。結構でかかったね。あのぐらいのが釣れりゃもう一匹でよかったんだけどね、まあそううまくはいかないなって感じでしたよ。でもね、最後に釣れたあの農家の使者、本当の最後に釣れたカモメ、足にかかってたもんな。なんで俺カモメ釣るのがうまいんだろう。本当にカモメ、もうあれでカモメ釣ったのは4匹目5匹目まあ嫌になっちゃうわな、本当にな。魚以外のもの釣っちゃうんだもんね。名人だよな、本当に名人だと思うよ。まあこれは手前味噌にもなりませんね。